はい、もうスマホの中で何でもできる時代がやってきてますけれどもね、お店がなくなってしまうっていうような話をねさせていただこうかな。僕たちね本当便利ですよね。近く行ったらコンビニあるし、スーパー行ったりね、ショッピングセンターとかあって欲しいものは何でも手に入ります。そしてね、なんか美味しいもの食べたいな思ったらね、お店行ったら何でも食べさせてくれますよね。本当にありがたい。でもね、近い将来お店なくなってまうんですよね。どういうことやねんっていう話なんですけれども、まあ、結局ね何でもスマホで買えるようになるんですよね。ほな飲食店は、まあ、その辺の話をねちょっと今日はね、デジタルシェルフ、こんな感じ。デジタルシェルフって聞いたことありますかね。新しい考え方なんですけれどもね、シェルフって何か、デジタルはねいつも言ってるから分かると思うんですけども、シェルフっていうのは棚なんですよね。コンビニ行ったら棚あるじゃないですか、スーパー行ったら棚あるじゃないですかね。その棚がねだんだんこうリアルのその世界からスマホの中に移ってきてますよっていう話なんですよ。そもそも昔はねその物々交換やったわけですよ、みんなね。でそっからなんか行商を言うてね、果物いりまへんかとかね、取れたての魚ありますせ言うて人がねそれをこう持ってきて、そしてそれを集まってきて買ったみたいなね、そんなん始まって、でそっからまあ必要なもんちょっと集めて買えるようにしとこうか言うね、よろずや言うてね、なんかここ来たら必要なもん手に入りますせいうね、そういう店ができたわけですけれども、やがてその市場いうのがね、できてきて、そして百貨店ね、それから、まあ、スーパーとかね、ショッピングセンターとかコンビニとかそうやってお店って発展していくんですけれども、初めはねそもそもその、物々交換の時もそうなんですけれども、そのねよろずやもお店ってねありがたいものやったんですよ。ここ来たら米が手に入る、ここ来たら味噌が手に入る、ここ来たら服が買える、いやーありがたいな。だって物なかったんですから、なかって不便やからねそれ買って、ありがたい、もう貴重なもんやったんですよ。ところがねだんだんとそれ当たり前になってくるんですよね、手に入るようになってくるとね。そしたらその行商にしてもよろず屋にしてもありがたいところやったんですけれども、そっからね市場とかね、それからそうそう百貨店とかその辺になってくるとですね、今度はまあ嬉しいところっていう風になっていくんですよね。嬉しい、あのね僕小学校の頃とかいつも百貨店行ったらね、これ屋上に遊園地とかありましたよ。お母さん買い物しててね、その間お父さんちょっとね、子供連れて遊園地で遊んだりとかね、なんかねこれ百貨店って楽しいところでしたよね。もう1日かけてショッピング楽しむみたいな、そしてねそうそうありがたいものから嬉しいもの、そして今はね、今はっていうかだんだんそのショッピング自体がもうね、めんどくさい、もうパパッと終わらせたい、何回も買いに行ってる場合じゃない、もう物揃ってるしね、必要なものはパパッと終わらせたいいうようなところで、まあ、スーパー行ったら何でも揃うとかね、家の近くにすぐ便利なコンビニあるとかね、そういう時代がやってきてですね、そしてあまりそのショッピングとか購買に、時間をかけたり手間をかけたりしなくなりましたよね。そしてやがてその専門店っていうのができたりとかですね、いろんな形でこう発展していくわけですけれども、これ行商やそのよろずや市場、これぐらいはねもうおばちゃんおって何いんの言われて、いやちょっと味噌買いに来てんけどどれする言うてね、おばちゃん出してくれましたよ。まあ、たこ焼き屋でもそうじゃないですか、たこ焼き焼いてる人が出してくれますよね。人が手伝いでその商品をね提供してくれてた時代、市場行ってもおっちゃんやおばちゃんがね、いらっしゃい何しましょう言うてね言ってくれてた時代ですよ。ところがねやっぱりスーパーとかショッピングセンターとか自由に見れるじゃないですか、そのコンビニもそうなんですけれどもね、棚の上に商品が置いてあって
自由に手に取って、そして必要なものをレジに持って行ってね、買うことができる時代。この辺からね、棚ですよね、シェルフ、そのシェルフの奪い合いですよね、どこの棚で買うか、どこの棚に置くか、そういうことをね、すごいこう考えられる時代がやってきたわけですよね。そして人々はね、もっと便利に、もっと便利、どん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 ね、時代ってこう移り変わるわけですよ、よりね、豊かに、より楽しく、そしてより快適に、より便利にね、暮らしていきたいっていうふうに人は思うわけで、でこの棚がね、だんだんとこうネットショップとか言ってね、インターネットに移っていくわけですよ。コンピューターが出てきてですね、最初はオフコンってオフィスコンピューターしかなかったんですね。それがパーソナルコンピューター、まあ、個人でね、所有した、Mac、マッキントッシュですよ。それが出てきて、個人でね、所有できる、そんなパソコン、家にね、パソコン来てみたいな、みんな喜んでね、あれ何もすることなかったんですけど、初歩的なベーシックやってみたり、それからちょっとしたゲームをね、そのインベーダーゲームみたいな、なんかそんなやってみたりとかね、そのあたりから始まりましたよね。懐かしいな、そのいろいろ IBM とかね、 PC98 とかね、 FM タウンズとかいろいろ出てきましたよね。その度、ああそうかそうか、信長の野望なんていうね、ロープレイゲームなんかもやってましたけども、その頃ね、ちょうどね、なんか今みたいなダウンロードとかもないから、カセットテープ使ったデータレコーダーいうのでね、なんかブーピプーピプーとか言って、そういうデジタル信号でプログラムをこうね、やってたように思うんですけれども、いやそれからね、だんだん発展してきまして、そのインターネットショップ、ね、ついに出ましたよ、インターネットショップ。そしてその中でね、だんだんとこう物の売り買い、じゃあそこに商品並んでるわけですから、その時点で棚はね、パソコンに移ったわけですよ。まあとはいえ、当時ね、そんなパソコンで物を買う人なんかほとんどいてませんから、まあ実験段階みたいな感じでね、でもそこに目をつけてですね、いち早く乗り出した人たちがいらっしゃってですね、いち早く手を挙げた人たちが、このインターネットコマースっていうんですか、新たなチャレンジ、新たな時代を築いていくんですよね。ちょうど1994年ぐらいにね、アマゾンが出てきました。ねえ、センセーショナルですよね。アマゾンで本買えるって。そしてそのアマゾンのいいとこ取りをした、そのヤフーいうのがね、これ1995年です。1年後にね。そして1997年、そのヤフーのまたいいところ取りをした楽天がね、出てきまして、そして1998年、Google ですよ。そして1999年、アリババ。ね。そして、このアリババのええところ取りをした、ね、テンセントとか、もうどんどん新しいものが出てきてるわけですね。昔は、物々交換やったんですよ。ね。行商やったんですよ。ちょっとした、商店とか市場とか小売店やったんですよ。ありがたかったんです。でもね、だんだんそこ慣れてきてね、ショッピングセンターとかデパートとかはね、嬉しい、楽しい、ね、遊べる、今度日曜日何すんの、ショッピング、いやいいねみたいな、そういうね、エンターテインメントになっていくわけですよね。そしてもうだんだんそのショッピングすらね、当たり前になってきたということで、もうみんな面倒くさになってきたんですよ。この面倒くさいから便利に変えたらいいんちゃういうことで、コンビニとかね、まあインターネットコマース、この EC というものが出てくるわけですけれどもね。そしてこのネットの中で、そんなね、ありがたい、嬉しい、助かる、便利ね、面倒くささ回避できる、その世の中のお困りごとを解決していくこと、世の中の退屈をね、ワクワクさせるもの、世の中の夢を叶えていくもの、それがね、商売じゃないですか。でその商売をしてるわけですよ、この店を出すっていうのはね。棚がね、見事にそのリアルの世界からパソコンの中に移ってきたよねって。だいたいこのネットショッピングっていうのもね、一番最初はその
なんかネットショップっていうのを開設してね、ホームページみたいのを作ってたんですけれどもね、そっからマーケティングもいろんなね、例えばメルマガとこうとかブログとこうリンクさせようかなとかね、いろんなこう今でしたら個人がそこに出品して個人がそこで買える C2C とかね、何かそのものじゃなくてスキルや時間を変えるような、ね、シェアリングエコノミーとかですね、そしてそのプラットフォームですよね、まあ、フリマみたいなものプラットフォームができて、その中でもうキャッシュレスでね、キャッシュレスですよ、お金も使わないんですよ、ね、お金を物々交換からお金っていうものを開発してね、そしてこの 現代社会がこう発展してきたのに、もう今まさにお金、今お金のね紙幣とか金属とかのダマとかのね、そのお金という物理的な存在がなくなってきました。そしてもう少しするとお金という概念がなくなるんですよ。またね、もう AI アーティフィシャルインテリジェンス、それから 5G ね、それからブロックチェーン、いろんなことでこう変化していくわけですけれども、まさに今そのね商業形態はデジタルシェルフ、いかにこのスマホの中でシェアを取っていくか、スマホの中の棚にね物を並べるか、スマホの中に棚を持つか、そういうふうに変わってきたんですよね。時代の流れの変化とともにお店の在り方も変わってきたわけです。そこでお店がなくなるっていうんですよ。まあそのリアルの店舗っていうのもね、いいところがあるんです。そのいいところっていうのは、一つはね、これは即時性ですよね。すぐ買えるということです。あ、醤油ないわどうしようってね、なんかね、せっかくお刺身食べようと思ったのに醤油ないんですよ。でインターネットで発注して翌日来ても仕方ないじゃないですか。そんな時バーンとこうチャリンコでですね、近くのコンビニ行ってすぐ買ってこれたら、近くのスーパー行ってすぐ買ってこれたら助かるわけですよ。しかも24時間空いてたらね、もうむちゃくちゃ便利じゃないですか。わやばい今日靴下ないわ言うたら、ちょっと靴下買ってから行こうか言うてね、そんな今日靴下ないわ、ちょっとなんか洗濯物がね乾いてへんわとか、そういうことですけど、そういう即時ニーズに対応してもらえる、これがね店のその素晴らしさ、リアル店舗の素晴らしさなんですよ。それともう一個はね、体験ができるっていうことですかね。インターネットの中では、まあ、これからはね、VR とかね、それから MR とかね、いろいろこう仮想バーチャル、そのリアリティがねどんどん発展していきますから、そこで試着をしたりとか、実際お化粧品とか使ってみたら自分どうなるのかなとか、ね、それからどんな感じのこう体感ができるのかな、手触りとかね、そういったものももう味わえるようになるんですよ。 5G のね実現とともにですね、そういう時代来るんですけど、でもまだまだね、そのリアルの体験とかシズル感っていうのはね、これ嬉しいじゃないですか。リアル店舗では体験できるんですよ。もうね、これからの未来はリアル店舗で人が物を購入するということはなくなります、まあ、体験する、使ってみる、そしてその使った感じを、みんなに見てもらったり、その使った感じの感情の変化を楽しんでみるって、そういう店舗、例えばゴルフ用品売ってるやったら着てみる、その着たものでちょっと売ってみる、その姿をこうみんなに見てもらってみるとかね、バスケットとかサッカーとかやったら、そのボールをねバンバンバン言ってね、こうドリブルしてシュートしてみるとか、サッカーボールポン蹴ってみて、ゴールにね、なんかやってみると、そういうね、そういう体験ですよ。リアルな体験で、そこで気に入ったら、それネットで、まあ、その場でスマホで買うたらいいんですよ。それだけの話ね。レジもいりませんで、わざわざ荷物持って帰らんでもね、翌日だったら家に届いてます。そういう時代です。だから、リアル店舗にもねそのメリットあるんで、お店が全くなくなるっていうわけじゃないんですけれども、その即時ニーズに対応できる店とかね、それからその 体感できるね、そういうプレイス、場所ですよね。それは必要になってくるっていう話ですね。デジタル企業のアマゾンとかもね、軒並み世界中で、そのアメリカ中でね、そのリアル店舗出してますよ。それアマゾン GO っていうね、そういう即時ニーズに対応できるコンビニエンスストアですよ。無人です、無人。こういったものを出していってるんですよね。いくらデジタルシェルフって言ってもね、そのリアルにはかなわない、
棚も必要なんですよね。でもほとんどのものはそのスマホ、あ、スマホって言ってますけど、今ネットショッピングとかね、デジタルとか言ってますけど、ネットデジタルっていうのはイコールスマホですよ。スマホの中にどれだけ棚を持つかなんですね。スマホの中にどれだけ店出すか、スマホの中に、じゃあサービスとか飲食はどうするんですか。これもね、シェルフはあるんですよ。この飲食店行ったらこんな体験ができるよっていう動画とか説明とかね、シズル感とかが伝わってくるようなね、しかも予約もそのスマホでできるわけじゃないですか。大人何名、何コースとかね、何時からとかね、その中で好みとかも反映した感じでシェフが作ってくださったりするようにデータ共有するわけじゃないですか。そしてお店に行ったらもう新鮮な野菜と新鮮なお魚と新鮮なお肉が並んでて、それを目の前でですよ、シェフが調理してくれて、体感させてくれる。しかもそれが結婚記念日なのか誕生日なのか分かりませんけれども、そのね、本当ネットの中でいろんなこう情報共有がすでになされた後にね、エンターテインメントサプライズしてくれるわけですから、そういうね体感型のねお店しか残りませんね。もうどこにでもあるお店はどんどんそのリアルの世界から棚を失っていきます。まあちょっとお腹小腹空いたからすぐ食べないかんいうものはコンビニとかね、蕎麦屋とかね、そのちょっとつままなあかんたこ焼き屋とかね、あそこたこ焼きあるわ、たこ焼き食べようかいうのをいちいちネットで頼んでね、そうじゃなくてもうすぐ食べたいじゃないですか。そういうやっぱり即時性ですよね。即時性と体感のあるものはリアルで残りますけれども、それ以外はね全部デジタルシェルフですよ。しかも、それをねあらかじめ知る。例えばどうでしょうね、整体とかリアルに合わなできませんやんとかね、飲食も含めてね、その言うかもしれませんけども、そこに行き着くまでの間にねドラマがあるじゃないですか、ストーリーがあるじゃないですか。例えば肩凝ってるな、腰痛いな、それ直してくれる人おれへんかな思ったら、いろんなその先生の動画とかストーリーとかね、それ見て、この人に見てもらえたら嬉しいな言ったらね、来月の第2こう火曜日ちょっと休み取れたから、その時新幹線乗って、ね、どこどこまで行ってその先生のお話聞いて、その先生の施術通気をそれまでデジタルの中でいろいろ動画見て勉強させてもらおうとかね、そんな時代なんですよ。デジタルシェルフなんですよね。どうやってあなたの商売をこのインターネットの棚に載せるんですかって、どうやってあなたはこのインターネットのね、棚からその問題解決をしていくんですかって、ね、喜びを味わっていくんですか、お困りごとを解決していくんですかって、こういう時代なんですよね。これがまさにデジタルシェルフですよ。今みんなね、世の中のこう商売人がね、どうやってこのスマホの中で商品をこう提供しようか、スマホの中に店を出そうか、スマホの中に顧客を集めようか、スマホの中でね、売れ続ける仕組みを作ろうか、こういうことをね、こぞってみんな考えてるんですよ。ね、そして最先端のやり方もねどん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 出てきてますよ。しかもこのデジタルシェルフはね、そんなに費用かけなくてもね、いきなり店舗出したり人抱えたり在庫抱えたりしなくても、最新型のね、この商いをね体験することができちゃうんですよね。これはねやっぱりもうすでにそこの分野で精通してやってる人、そして売れてる人、儲かってる人、稼いでる人、そういう人とそのね一緒になって、これ今踏み出していかな、一歩踏み出していかなあきませんね。当時そうなったんですよ。パソコンが普及した時もね、インターネットショップに目をつけた人、そしてそこで一歩踏み出せた人、もう完全にねうまくいってますやん。やり続けた人はですよ。それからね、時代の流れの変化って常に訪れるわけですけれども、この変化はねチャンスなんですよ。そして今人類史上未曽有の大転換期なんですよね。全てがデジタル大革命なんですよ。この商売もね、店舗経営も店舗展開も何もかもがデジタル大革命なんですね。人類史上未曽有のこの大転換期には人類史上未曽有の大チャンスが眠ってるんですよね。勉強しましょうよってね、インターネットコマース、この流れもね、キャッシュレスの話しましたけれども、サブスクリプションですよ。サブスクもうとにかく継続的にお客さんがね払い続けてくれるわけですよ。ありがとうありがとう、もう何回も何回もありがとう言うのあれやから、もう毎月ありがとうね、払っとくわみたいな、
で毎月ありがとう言うとくからいつでも使えるようにしといてね。エニタイムエニプレイスねえねえ、価値を感じることができるわけですよ。デジタルシェルフはね、いろんな可能性をねこう生み出してますよ。今までの常識にとらわれないいろんな可能性をね生み出してますよ。どうでしょうね、本当にこの IoT インターネットオブシングス、全てのものがインターネットでクラウドでつながってですね、そしてね、ビッグデータとともに、ビッグデータもすごい情報がオンラインで蓄積されてですね、そしてその AI がね、アーティフィシャルインテリジェンス、人工知能がですね、それを判断し、そして僕たちにとって最適のね、快適や喜びや安らぎや癒しや、そういったものを提供してくれる、そんな時代がやってきてるんですよ。僕も今こうやってね、喋ってますけれどもね、こんなね、喋ったものがね、ある程度カテゴライズされてですね、その時その時の気分とか置かれている状況立場、そのお付き合いしている人へね、その、状況に応じてピンスポットでね、大切なところだけ要約されてね、その音声がやってくる時代がもう目の前に来てますよ。しかもこれ僕日本語っていうマニアックな言葉使ってますけれどもね、もう瞬時にこの音声が英語になったりフランス語になったりね、スペイン語になったりするわけですよ。もうなんか喋ったら世界中でその情報を共有できるんですね。これからのビジネスはね、全てがいきなり、もちろん全国規模どころか世界規模、宇宙規模なんですよね。国境を超えるんですよ。言語を超えるんですよ。習慣を超えるんですよ。宗教を超えるんですよ。ありとあらゆるその僕たちをこう隔ててきたね、その壁が取り壊されてですね、世界が一つになるんですよ。そんな中でのデジタルシェルフです、ね、このスマホの中の棚にね、世界中に何を発信しますか、世界中にどんな影響力を与えますか、世界中の方々とどんなね、暮らしを実現しますか、夢あるじゃないですか、ね、すごい夢があるんですよ。別にこの売れそうなものをねただ置いとくだけっていうのも面白いかもしれないね、楽しいかもしれませんけれども、もっと壮大なね、なんか夢やビジョンを掲げてね、このデジタルシェルフを活用するっていうのも面白いんじゃないでしょうかね。いろんなね、例えばその広告戦略もですね、これまでとは違ってテレビ新聞雑誌じゃないです、いろいろねアフィリエイターとかね、そういうアフィリエイト広告ね、そういったものを使っていくわけです。インフルエンサーって言ってね、その影響力のある方のね、そういう発信なんか使っていくわけです。いろんなこう媒体とリンクさせてですね、いろんなプラットフォームとリンクさせてですね、そしてたくさんレビュー、あ、そうそう、デジタルシェルフでねむちゃくちゃ大事なのはレビューですよ。体験者の声ですよ。このやっぱりみんなこのネットの中でね、この商品やこのサービスを活用してどんな笑顔になれたかって、そこに興味があるんですよね。だからそこのところもね、やっぱりものすごくね、これから工夫してですね、新たなもんが出てくるでしょうね。まあ、とにかくインターネットの中でいろんな商材を扱ってですね、そしていろんなこの販売をしてみて、いろんな購買行動をね、感じてみて、デジタルリテラシーを上げるとともにですね、このデジタルシェルフにどん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 こう慣れていくっていうね、その中の一員になっていくっていうこと、まあ、知らず知らず無意識にしててもそうなるんですけれども、いち早く、そうやって意識的にね、意図的に、手掛けていく、学んでその実践していくっていうことがね、これからの時代はもうむちゃくちゃ大事ですよね。ここのところを外して、デジタル時代の経営構図は作れないというね、言っても過言ではないと思います。ですので一緒になってね、いろいろと学んでいきましょう。